を有種全長46センチメートル。体重700、1グラム。全身はオリーブグリーン色の羽毛で覆われ、翼部の羽毛は赤い。頭部から腹部の羽毛は灰色がかっており、ローマークと目は濃い灰色。幼鳥はローマーク、目の周りとくちばしが黄色。ミヤマオウム族は、カカ、ミヤマオウム、ゼマメツ種キムネカカの3種を含む。 三種類すべては1500万年前のニュージーランドで、プロトカカから分化したと考えられる。ミヤマオム族に最も近い人類は、フクロウオウムと考えられ、合わせて、フクロウオウムかストライゴポデーに分類される。このトガは、ミヤマオウムかネスターアイデーとも呼ばれるが、先に記載された、ストライゴポデーが有効である。鉱山帯の森林や草原等に生息する。 別名は鳴き声に由来し、日本語はあしには、キーアート聞こえる。食物の少ない環境に対する適応として、知能や体力、学習能力、好奇心、協調性、適応性が、極めて高く、ゴミ箱の蓋を外す、ボルトナットを外す、自転車のタイヤに噛み付いてパンクさせるなど、極めて簡単にこなせ、集団で協力して様々ないたずらをする。 食生は雑食で、葉や花の蜜、果実、昆虫類、鳥類のヒナ等を食べる。結局性の海鳥のヒナを襲うときは鋭い口しで、巣穴を掘り広げ、中に潜むヒナを掴み出して噛み殺す。入植者が食生を破壊し羊を放牧する様になった後、集団で羊を襲ってその背中の肉を食べることがあったため多数が射殺されたが、 絶滅寸前になったため1986年以降は法令によって保護されている。近年では陶器にパン、バター、ファーストフード等の残飯を砂取って食べるスキー場のロッジで飲酒するなどの個体が認められ陶器にはこれらだかカロリー食品を簡単に入手できる山岳地帯のスキー場の金傍に映像するつがいも出現している。ありがとうございます。